どうもこんにちは。いつもメッセージありがとうございます。そっか果塾の久保です。あの、今回ですね、やっぱり何かをしなくちゃいけないなってことで、あの、メッセージの方をいただいていたんですけども、いや、本当にそうなんですよ。結局ね、自動的に自分にチャンスが舞い込んでくるとか、お金が入ってくるとかね、なんか人の縁が来るなんてことはみんな求めるんですけども、まあ、そういうふうに自動的にっていうのはないわけじゃないですか。実際この3年とか4年振り返っても、自動的に何か 人生を変えるようなものすごく美味しいことがあったかって言ったら別にないわけですよね。玉残しって昔から言いますけども、玉残しですら狙って獲得しないといけないですし、ライバルに勝たないといけないんですよね。でそう考えた時に、この例えば3年を区切っても、私の場合はビジネスのサポートを3年間切らしたことがありませんし、それから自分を知らせるってこともね、 あの、枯らしたことがないと思います。例えば YouTube の更新にしても、毎日何十本も YouTube の更新してますんでね。で、テーマもいろいろとやっていく中で、あの、私の発信したいテーマと、見ている方が受け取りたいテーマがたまに合致するんですよね。そうなると、まあ、いわゆるブレイクするっていうんですかね、再生数がぐーっと上がったりとか、チャンネル登録がバーンと起きたりとかして、少しずつ私の YouTube チャンネルの力もついてくるし、私自身も毎日やってますんで、表現力っていうのが、 去年とか一昨年よりは上がってるはずなんですよね。こうやって毎日毎日やってますから。で、あとは世の中の現実にも気づいていくっていうことですか。やっぱり自分の暮らしだけ見てるわけじゃなくって、ご相談いただいた方とかね、私が想定する日本のいろんな層の方とか、いろんなマーケットの方とかの、まあ私もね、問題解決についてのお話をさせていただいたりとかする中で、やっぱり先入観っていうのが私自身毎日毎日ね、こう、覆ってるんですよね。それが非常に大切なことで、 じゃあ不労所得とかねあの自動的な収入とか言いますけどもそんなのはやっぱりないわけじゃないですかもしそれを手にしている人がいるとしたらそれを一生懸命這いつくばって作りに行ったんですよね今権力を持ってる方とかでも結局その権力ってのは最初っからあるわけじゃないんですよねだから誰かが積み上げていかなくちゃいけないし誰かが作ってるわけなんですよで楽天の三木谷さんも今いろいろと暴露されてますけども結局は三木谷さんも普通の私たちと同じ 一個の人間だったものが、私たちが寝てる間、遊んでる間に、権力や財力をつかむための行動をずっと起こしていって、で、球団を買ったりとかねで、楽天モバイルとかっていうプロジェクトをやったりとかしてるわけですよね。最初は両手ぶらりなわけですよ、みんな。でも、この1年何をやったか、この10年何をやったか、この20年何をやったかっていう積み重ねで今日っていうのができてるんですよね。で、これは、まあ、いろんな状況の方がいると思いますんで、一度には言えないんですけども、 今求めてるものが手に入ってないとしたら求めてるものを手に入れるだけのことをしていないだけなんですよねやっぱりこう家族がいたりとか彼女がいたりとかする状況っていうのは少なくとも誰かに出会って口説いてるわけですよねでそこにかかるお金とかもかけてそれで相手の方がやっぱこうそれを受け入れてくれたってことの連続だと思うんですよだからなんか不労所得とかね自動で収入みたいなのありますけども それすらも作りに行かなくちゃ、不労所得くださいって言って棒立ちにしててもやっぱ誰もくれませんので、それを掴みに行くっていうか作りに行くっていうかね。で、それを掴んだらやっぱりメンテナンスしなくちゃいけない。不労所得を。メンテナンスですよ。だから不労じゃないんですよ、結局。うん、本当に細々としたことをやって、不労所得を維持してるっていうことを考えると、不労所得じゃないなと思いますね。うんまあ、YouTube にしてもね、広告収入が入っていいですよねって言いますけども、 ちょっとした YouTube 発信のテーマによって広告なんて剥奪されたりとか10分の1になったりとかあるわけですからねいわゆるそういう風なあの YouTube ショックっていうのが、うん、やってみるとわかるんですけどもあのいつも私たちは不安定の上にいるんですよねだから安定を求めるよりも不安定を乗りこなせるようなそんな力をつけないとなっていうところでございますはいじゃあ今回の動画ねお役に立てば幸いですお疲れ様です